銃弾はじめにやる。ゲッ、降りると銃弾に銃弾はじめにやる銃弾。この野郎銃弾センキュー。銃弾にこの野郎ミサイル発射。銃弾ミサイル発射。降りると銃弾。この野郎マジですか。ラインはいつも近いのと人間の方だ。お願いやめて。この野郎銃弾センキューこの野郎ファンファンファン。オリルトンスミサイル発射。だとだとこの野郎銃弾お願いやめて。ブレインバロン僕がはじめにはじめにやる銃弾。この野郎マジですか。ろくでなしめ。もう。Go。だとこの野郎。銃弾この野郎この野郎。ワンワンワン。マガチンガン。止めて。銃弾バイバイ。マジですか。銃弾。はじめにやる。ミサイル。オリルトンス。ミサイル。ミサイル。銃弾この野郎この野郎。ボディマ。この野郎この野郎ショッこの野郎降りるとウスキショーマジですかボケがマジですか降りるとウスキショーだと銃弾その場合ブレイドのラインはいつも引き方が上がるからバカチンガンこの野郎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 邪魔この野郎死ぬがいい。夢だけで飯が食えるぞ。夢だけで飯を食えるYeah!
中堅クボスレイヤー小川を貯めるのはお前か。ここで予選からの勢いを武器に守りキャプター小川に笹を買ってほしい。しかし相手は先ほどの動きを見てもこのパッチの今日のファーストは仕上がっている。デッドアングル、さあ爆弾運までも味方している。前を離して前ハイエース、さあパーチが1本歩いて引っかかった。おバカなぶり体力半分ザーストラッシュ。さあこれ一発で厳しくなってきた。しかし隕石引きずり落としてもう一発何かが寄ってきた。これは見ない。まあ、かわしてしかしステーグドリル上からいい無敵でかわしてローマキャンパイル、いちいち盛り上がってきた。倒せ、どうだ金バトン、ローマキャンプッシュして攻め止める。しかし立てず、あっとカメラジーバスケカウンター、レレレが引っかかって残り2ドット、やはりバスなのか。でも笑っても最後注目の先鋒戦パッチ対アリタが、さあスタート。先手はまずアリタか、もっとレレー、おっとアマスト。さあこの決勝の舞台でよりいつも通りに動けるのはどちらか。さあおっとアマスト寄せ空中投げ、離せ、マハイは割り込んでいる、固めて、しかしイエダンからのコンボ、まずはアリトか。さあ開幕クーコン、レレーカード、さあ前のトリアから、おっと一瞬の隙を突いてパーチがいった。さあ本日絶好調のこの2人、勝利の女神が吠えるのはどちらか。さあおっと危ない、さあ離して先手合戦から隙を突いたのはありたか。離して、ニャットからしっかり見ている中段、さあどうだ、ここ突然、おっと2回踏みさせて
それが科学の力だ。超楽町の先鋒戦制したのはアツーピーが有田か。今日の有坂深夜は一味違います。今まで大会であまり本当の力を見せることができなかった有坂深夜、今日はここに至るまで驚くほど活躍しています。さあ、そしてその有坂深夜に対するのはカキュン。彼の実力もうみんなが知っている。ギルティギア全国大会壇上の上にいつもいるこの男。さあ、声援を背に受けて中堅先鋒戦スタート。さあ、なんと小川を大将に置いて中堅に出てきたカー君。さあ、オーバーストは空振り、ダストが当たる。さあ、上が一発食らうが、あっと見たら簡単、受け身を取って投げて有坂。いやー、思いっきりがいい、中大ヒット。大会というものを理解しているのはこの男を置いて右に出るものはいないでしょう。さあ、球がまずは一本投げて、さあ、勝利当たって上から激凛、一旦離れて転ばせて有坂が攻め立てるが、投げ合おうか。さあ、ジャムが大きなコンボ、バックの投げ、さあ、パス、青2回から全部は減らない、しかし空対空。さあ、有坂好調。さあ、有坂これに勝てば指定対決、しかしそんなことは言ってられない。カン君、さあ、そしてサバスト投げて画面端、有坂の猛攻が始まる。さあ、どうだ、ダスト途中で止めて強化に当たらず。さあ、これは痛い、上から一発もらってジャブス、うおー、ネットゾー。さあ、攻め立てる、攻め立てる、カキューザが IS が当たって勝ったのは有坂。有坂深夜が見せてくれた小川まで無傷の到着。このまま行っちゃうか、小川は敗れてしまうのか。全世界対小川、最後の図式が見え始めています。小川が俺こそが最強なのだと分からせるのか、それとも師匠が弟子にいい加減にしろと鉄槌を下すのか。有坂深夜対小川、この師弟関係、小川がもう完璧に師を超えていくのか。集中して集中して集中して、もう後がなくなった小川、相手は先鋒、そして師匠の有坂。この試合で果たして終わってしまうのか、それとも昨年の思いが蘇る愛称先鋒戦。焦がせ、さあ、上から小川、すげえ、なんかな、アバスト。さあ、緊急回避したとはいえ大きくダメージをもらっている有坂。昇竜倒して
コマ投げ、さあナイスコンボ、ジャンプ系カウンターからジョディ、さあっとギャラリー空振り、ダウンバースト打って、さあどうだ、さあ伸びる、小川が一本、スタートガードして打ちから伸びる、簡単、さあどうだ、有坂を持っていく、ミサイルを冬でかわして、さあこれは師匠声を渡したとでも言えるか、さあ始めてください、大将中堅戦です。忘れ物を取りに来ました、しかしそこに待っていたのはかつての覇者ではなく新たなるギルティの世界の帝王、その帝王に芋が勝利への執念でもう一度このままでやってきた職人の力、キャラクターの性能ではない確かなる彼らの力を今一度ここで見せてくれ。さあ小川を相手に忘れ物返させてもらえるのか、中堅出てきたのはザッパの神イモ、さあおっと、まずクーコン、ザッパはしかしここで分身と犬が見えている、ドリスで置いて無理やり消した、また犬、しかしこっそり消しているが犬三連打、頭から細かくしかし的確にダメージを取る、芋でデッドアングル投げて、さあ潜って、さあスドットロが粘れるのか、大青バット、うわー、さあどうなる、うわーいっぱい耐える、焦がして、さあ分身をしっかり消している、しかしダストが当たって一大事、さあガードする、ダメだ、おっと落とした、しかし
しい。だがここで消してる。前を合わせ、夜のはどっちだ。小川か、いや、ネモが来ている。さあ、いや、残っている。さあ、今危ない。ドリルが当たって日本ストレート。いまだかつてここまで完璧にギャラリーの希望を叶えた最終試合があったでしょうか。ギルティギアイグゼクスシャープリロードアルカディア紙面で根本小川のゲームとまで言わしめたこのゲームの最後の試合が根本対小川、そしてチーム名もマオリキャプター小川。果たしてネモは戦闘装束に身を包んでいますが、ギャラリーも味方につけていますが、小川に捕獲されてしまうのか。さあ、それでは泣いても笑っても最後の大将戦、スタートボタンを押して始めてください。Please select your character。 さあ、1年越しの思いが再び、もう迷うものは何もない。思う存分やり合っちゃってください。大将戦です。小川対ネモ。さあ、大勢の中最後に立っているのはただ一人。さあ、どうだ。さあ、上に逃げろが、ジャンプゲー。さあ、当たって、あー、青ガット。さあ、大きなアドバンテージ、このまま小川一本。ここでウィニングポイント、小川だ。返して、投げたのは小川。終わった。まだ分からない。ネモが攻め立てる。当たって、さあ、当たって画面当て、投げて、うわー、ダブルリーチ。このラウンドの結果がスマタに全て落とせ。さあ、伸びるか、マット。さあ、しっかり目と向かって、ジャンプ上げて、レッドアングルを打って、